うわー、いいの、完璧。これでもうあなた余裕です。はい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 。フラグを匂わせて、両匂うだけに。あら、あーギョいやー、まだ早いよ、まだ早いよ、君戦うには。カラス、キンをアリエッティなんだけど、ずいぶん洋風な侍だね。金髪ブルーアイス。うわ、匂うってなんか有名、あ、このゲーム匂う、まあ、知ってるか、匂うって言うんですけど、匂うって有名だけど、どんな内容かちょっと俺よくわかんないんだよね。なんか今の顔 FF15 のノクティスに似てたな。まあれだよね、確かいわゆる死にゲーだよねこれね。あ、でもお仲間さんがいるんだ。いや、なんかさ、あ、絶対今の織田信長じゃね。におうっていうとなんか匂いみたいだよね。なんか臭いよみたいな。匂いよ君みたいな。匂う。明るさね。は、この辺ちょっと適当に調節しとくわ。匂うね。匂うね。なんかめっちゃ久しぶり。この録画が久しぶり。やばい。ちょっと緊張しちゃってるもん。しかもね、死にきれてあんまりね、好きじゃないんだよね。イライラするからムカつくんだよね。なんかいっぱい殺されんの。でも、ちょっとやって、やってみたかった。なんかだいぶ前にツイッターかな、ツイッターでいくつかゲームの名前出して、どれが一番いいですかみたいな、どれが一番面白いかなって言ったら、匂う、その中の一つが匂うで、誰、お稲荷さんかな、お稲荷さんが匂うって言ってくれて、でせっかく答えてくれたやつだからやろうかなと思って、やっとやってる感じ。何、光の石がなんちゃらかんちゃらって書いてあったな。奇跡の石か。日本のお話なのに音声英語なんだ。イングランドとスペインが喧騒してたよっていう話ね。今日のちょっとアムリターを使った先制した錬金術に頼り、わあ、俺たち海賊を使ってアムリテを集めた。このナレーション、ナレーターは海賊なんだね。その力で無敵艦隊に勝った方がいいが、今度は秘密にしたくなったらしい。そうだね、スペイン 無敵艦隊って言うもんね。サッカーでも言われてるよね、無敵艦隊ってね。この歴史がやっぱゆえんなんだね。やっぱみんな歴史は勉強すべきだよ。すぐらないけど。カラスがいなくなるとロンドン島は崩れ、ロンドン島を失うとイングランドの方。カラスめっちゃ大事じゃん。キョン太郎カラス大嫌いだけどね、絶滅すればいいと思ってるからね。ゴキブリの次に黒光りしてない、あいつら怖いし強いし頭いいし。人間だったらカリスマ性高いんだけどね、鳥だから嫌なんだよ。鳥全般、鳥全般ちょっと好きくないっていうか、
ハトもキモいしね、あの首の動きね。クックック。あーあ、主人公。わ、いい体してんな。上腕動脈、えぐくない？採血しやすそう。ジャグの帽子でいい。Seems death won't stop chasing me. どうや足が迫ってるし、冷静かお前。おうおう、死が迫、おう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 、死が迫ってるとか言われたらさ、あ、死が迫ってるのかで済まなくない？そりゃ開かないよな。早い攻撃、強い攻撃、三角。あ、このゲージがあれ大事なんだね。ここか。お？ああ、うわ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 。こっち丸腰なんだぞお前。頭おかしいだろ。バカ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 。おちょっと待って。ああ。死にゲーとはこのように死ぬことを前提にそこから攻略法を見つけていくゲームである。要はマゾゲー。これ絶対続かないわ。だから死にゲー嫌いなんだよな。後ろからステルスとかできないかなこれ。なさそう。ゲージの回復が大事なんだね。あ、おおおおおおお、今日これ待って、思ったよりむずいんだけど。ちょっと待って。Wait wait wait。ガード何？ガードって何？あ、これか。オッケー。あー。剣欲しい、剣欲しい。オッケー。ここ開ける？まあ、ここ開けたところでいい。何もないか。一応ね、こういうの探索大事だからね。この火は何？で、このさ、ガードと回避出すの遅くない？チュートリアルで。戦うときに言ってほしいよね。もう大したものはないね。お、ブーツ。あ、こっちで先に武器とかを手に入れて、あ、ここで装備？近接武器、バスターソード。遠距離ない。足がなんかブーツ。ひどい、お前、とんだファッションセンスリーダーだよ、お前。おー。おー。おう。足で開けない。お、泳ぎ悪いな。回復力、お、いいんじゃない？アイテムをショートカットに装備し、アイテムをショートカットに装備する。こうか。回復薬、絶対回復薬いっぱい使うもんな。使っとこうか。まあ、いっか。削るのよくないね。あれついてないんだけど、なんで？あ、ついてた。オッケー。こうやって蹴散ることでね、死んでいくからね。上着、上着。ああ、寒かったね。ごめんね。気を気を気を。お洋服着ましょう。おお、ぽい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 。パンツが黒だったら完璧だったな。まだ見た目良かったよ。雨すっげえな。おお、あ、ちょ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 、ロックオンこれだ。おお、強い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 。やっぱ剣大事、トリア。
あ、余裕なんだけど。ういういういよし。あ、遠距離ずるくない？オッケー。あ、いいよいいよ、今のところいい感じだよ。違うか。ああ、お前か、お前強い、バカ。お前攻撃力急におかしくね。うん、あ、何が起きたの今。うん、うわ、もう戦わなくていいか。レベルアップとかあんのかな。なさそうだよね多分。そう、モンハン系だよね。装備とかで強くなっていく。装備と PS ね。プレイヤースキル。ここは戦わなきゃダメだよな。おい、さ、お、オッケー。これもさ、回避ゲーじゃん。いかに回避していくかっていう。うぃ。オッケー。あれ？ショートカットがなくなってる。なんで？あ、ついてる。あ、これか。お前が強いんだよな。分かってるよ。俺は君が強いの知ってるよ。よし、 OK。 強いの知ってたらね、大丈夫だから。ズボン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 履く、ズボン履く、ズボン、うわぁ、いいの、完璧。これでもうあなた余裕です。はい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 。切っちゃ、切っちゃうもんね、切っちゃうもんね。うぃー。そして回復薬も手に入っちゃってね。これしばらく進めるんじゃない、これで。よしよしよし。その剣の持ち方重くない？大丈夫？あ、あ、びくしゃ、なに？お前。祈る？祈る？あ？いいものが出んの、祈ると。あ、違う、武器の切り替え？装備しなきゃいけないか。バスターソードじゃなくて、これってこと？え、ちょっと待って、武器の切り替えどうやるって言ってた？こういうことか。なるほど、なるほど。OK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 。扉の反対側からでないと開かない。なんかいっぱいいるよ今。こいつ、あ、ソーレって言った。まだ日本じゃないけどね。オッケー。うわ、ちょっと慣れてきたんじゃない、匂いに。そりゃフラグを匂わせてるよ、匂うだけに。そこは手で開けるんだ。お、なに？バトルアックス。槍の方がかっこいいから槍にしとこうかな。おう。上行こうか。いやー、なんかなー、録画、ゲーム実況久しぶり。みんな元気だったっていうほど視聴者さん
いるわけじゃないけどさ、数少ない見てくれてた人たち元気かな。覗く、うぅ、うん、めっちゃ強キャラ感じてるけど。ジパングの支配者が死に戦乱の国となる。アムリタを得る。アムリタって何？明日処刑が行われる。そのアムリタを見てみる。羅針盤が手に入ります。この石があればスペイン、いや世界すら手に入れられるってか。我らがイングランドを滑る日が近くなるかと。もっとも我らが女王様は宝石としか持ってないがな。あ、その何、アムリタの力を知らないんだ。他の国に奪われてしまう前にエドワード・ケリーをジパングに行くのだ。戦を終わらせんとするやからもおるそうだ。血が流れんねばアムリタは取れる。血を流さずに得てくれ。おお、暴れた暴れた。誰だ？ Who are you? I'm Kyontaro。 ありがとうございます。なんだ想像しし、あいつ戦う戦う。お、いないな。手袋、手袋も大事じゃない。装備はあれだけいいからね。あ、なんか、え、手袋ない方がよくなかった？なんか手袋だけ浮いてね。ちょ、ロンドン兵のセンス疑うわ。遅いよ、気づくの。どんまーい。はお前、アイテム落とさねえのか。お前、今までのやつら、今までのやつら落としてきたんだろ。もうしっかりしろよ、お前。何やってんだよ。これで反対側から開けられるようになるんだ。で、ここがショートカットになるよと。よし、じゃあ、祈りサンタテレスやっとこう。帽子？うわ、帽子もなんかセンスなさそうだけど大丈夫？大丈夫か？まあ、つけないと死んじゃうからね。うわ、センスねー。絶対お前ポニーテールの方がかっこよかったぞ。まあ、でもロンドンっぽいからね。ロンドンっぽいからいいんじゃない？お、びくしょ！あ、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 カラスカラスカラス。オッケー。こうさ、敵を倒すと集まってくるさ、火の玉みたいなの何なんだろうね。こっちでいいのかな？マップがないのかな、このゲーム。マップないのすごいつらたにえなんだけど。危ない！危なくない。食らった。おー、なんか強そう。大丈夫か？あー、強い。まバカじゃないの、マジで。いや、待って待って、お祈りってもしかしてセーブポイントってこと？さあ、リベンジじゃ。こっちから行ってみる？さっきの強かったから。オッケー。
あんじゃねえんだよ。お前も死んでいる。ここでいいのかな。出れる？君出れる？ここから。出れないね。そうだよね、おかしいと思ったもん。ってことは、あの塔の上？上に行くの？あ？結局あの鎧系と戦わないといけないってこと？ここ開かない？開かないか、お前。開かないとこ多すぎだろ。脱出ゲームじゃねえんだぞ。うんうん。あー、祈りサンタテレス来たー。よし。オッケー。お、鎧くん。さっきはよくも。あ、つえー、ちょっと待て。あっぶねー。待て、バカ。ちょ、つえー、マジで。ちょ、待って。鎧くんおかしい。あ、ガードも使えってこと？あー、なるほど。ガードもスタミナ使うってことね。あらあら。あ、ちょ、待って。あれねえ、お前。あら。あ、ちょ、待って。あれねえ、お前。ボーガーいたの？ちま、遠くからうぜえな、あいつまじで、ほんとに。ああいうやからが一番じゃないの。ここで仕留める。おー、危ねえ。今度は死なない。オッケー、よっしゃー。危なかったー。お前だな、さっき。よくもちまちま野郎が。ここ登ればいけんじゃない、もしや。あ、びくしゃ。ウィリアムこっちよ。あ、ま、全然そっちじゃねえだろ。バカー、スーパーマーついてるんだけど。落ち着け。要はモンハンだから、これ敵の行動パターンを見て回避ポイントを見つければ勝てるんだよ。むやみやたらに攻撃しちゃダメ。こういうところついてく。 OKOKOK、 いいよいいよ。モンハン経験者はね、そういうことができるから。 OK、 ここよし。 OK。 あー、ここまで来るのに飛んで、あ、ちょ、裸足のボス。え、知り合い？精霊を持つ男。ハゲかよ、お前。ハゲ！いや、すいません。ボルデモートじゃねえか。If I die, the secret of the stones dies with me. Let me show you what these stones can do. Behold.何、うわぁ、なんか化け物になるってこと？おぉ、ちょっ、ナウ？やばい、ちょっと待って。ちょっと待てって。おいし、オッケー。お、なんか、あー、これがやばい。ちょっとずつ様子見。
ちょっと強くなりすぎだろ。欲張らない欲張らない欲張らない、よし、うぅ、うぅ、ちょ、食らうの？リーチ長すぎなんだけど、リーチ長すぎなんだけど、待て、あんなに欲張らないって言ったのに、ダメ、よし、ん？つくも武器、奥義的な必殺技的なやつ、そんなのあるの？面白いゲートだ。こっちは全然面白くねえけどな。いやー、まだ早いよ、まだ早いよ、君戦うには。大丈夫？あ、相棒、この精霊が私をこの国に導いてくれる。バカー、え、バカ、何やってん、うてか、なんでお前捕まってたの？犯罪者なの？ギルティ？ギルティ・ウィリアム？いや、どうせ落ちるんだな、撃たれて落ちるんじゃなくて、自ら落ちたら絶対よかったよな。お？赤い羽ボキ？死は生の入り口。あ、このゲームの世界観は輪廻転生的な感じってこと？よく帽子脱げないね、海の中で。いや、えぐいむずいじゃんこのゲーム。やっぱ死にげこれ死にゲー1日1パート分しか取れないわ、ストレスで。週刊少年ジャンプの8月23、30日の合併特大号でブリーチの連載20周年の特別読み切りがあったんですよ。これ激アツだったね。ザイルアッポロめっちゃかっこいい、地獄の。でも俺の好きなアイゼン様とヨロイチ様は出てこなかった、無念。Yeah.